こんばんは。ここからは全国のお天気をお伝えします。今日は不安定な空で急な雨に油断ができない空となったところが多くなりましたが、明日も各地で強い日差しが届き急な雨に注意が必要です。各地見ていきますと、那覇は強い日差しが降り注ぎますが、片振りの可能性があります。その他九州から東北にかけては日差しが届くところが多くなりそうですが、午後は山沿いを中心に急な雨や雷雨の可能性があります。明日ももくもくとした背の高い雲やグレーの怪しい雲が近づいてきたら天気急変のサインです。怪しい雲がやってこないかどうか空読みをしてください。北海道は雲が広がるもののだんだんと日差しが届きます。ただ東側のエリアほど、雲が多くにわか雨に注意が必要です。特に朝と夕方雨の可能性がありますので、念のため折りたたみ傘をお持ちください。それではここからは本日いただいたウェザーリポートを最後に紹介していきます。今日はあまりの暑さからこんなリポートをいただいていました。打ち水のリポートとなっていますね。明日も晴れて暑くなるところが多くなりますので、打ち水でエコな暑さ対策試してみるのもいいかもしれません。お風呂の残り湯など庭やベランダなどに撒くだけでとっても簡単にできますので、ぜひ皆さんもやってみてください。それでは全国のお天気をお伝えしました。今日も一日お疲れ様でした。